松山市のあるお宅で出会ったのは3匹の親子、ヒョウモントカゲモドキ。ぷっくりとした尻尾とカラフルなヒョウ柄の模様が特徴で、名前にトカゲとありますが、実はヤモリの仲間。おとなしく丈夫で人にも慣れやすいといいます。あ、この子は脱皮の最中ですね。よいしょよいしょ、うまく取れないよ。15年以上生きることもあるというヒョウモントカゲモドキ。親子3匹、元気に長生きしてね。